ソニックスティッチマスタリングスタジオはソニーが開発した Windows 用音楽編集ソフトウェア。当初はアナログ音源を高品質なデジタル音源に変えるソフトであった。プロセス名はどのバージョンでも SSMS、EXE である。Windows 7対応版のレコーダーエディションバージョン2.4-03が最終版であり、バイオへのバンドルは2009年秋モデルより終了している。 2003年春モデル以降でサウンドリアリティを搭載していないバイオに付属する。2005年秋モデル以降に搭載された。主に機能の強化が挙げられる。24ビット 192kHz までの WAV および DSD 出力に CH5.1CH CH 変換出力が可能となった。ハイエンドリニア PCM レコーダー PCMD50 に付属する。 ソニックスティッチマスタリングスタジオレコーダーエディションが派生ソフトとして存在する。このアプリケーションソフトでは BIO 以外の Windows パソコンへのインストールが可能。しかし DSD 機能が使えるのはサウンドリアリティ搭載の BIO のみである。現在 Windows 7対応のバージョン2.4-03がサポートサイトからダウンロード可能だがインストールするには PCMD1 または PCMD50 を接続する必要がある。また、搭載するプラグインは、サラウンドの調整など生録音の補正に用いるためのものだけであり、バイオにバンドルされた有名メーカー製プラグインはインストールされない。Windows 8以降でもダウンロード可能だが、ソニーの対応はない。2017年3月末にダウンロード提供を終了すると宣言している。 サウンド 4G オーディオスタジオが後継ソフトとして存在している。ありがとうございます。